早書きクロッキーっていうのが大好きで、あの例えば1分とかね30秒クロッキーっていうのが好きで、それはもう僕あの学校はあんまり行ってなくて仕事じゃなかったんだけども、そのクロッキーはすごい好きで、当時あの階段教室とで愛知芸大予算が潤沢にありましたんで、あのジョージモデルさんがいたとこがあったんですよ。でそこはもう本当によくあの大学時代も行って、クロッキーは本当にあの何十冊とクロッキー帳を書きましたんで、でやっぱそういうのがやっぱり、それでやっぱりその動きみたいな、こうで、まあだからやっぱこう手の動きですか、この手の運動とその出てくる形みたいのに興味があったのかなとかっていうのは今思いますね。二段三段と追い込んでいくと、とてものみの数が足りなくなって、やっぱり僕の彫刻技術ではおぼつかなくなって、結構この時に見るとそのこっちが高くてここが低いっていうのは、だからこう厚みがこう変わるように斜めに彫ったるっていう、でここでこでここは高い低いとかって全部これ設計図で、でこれが結局実現しなかったんですね、あの工作技術がなくて、でそのなんかこういうものを作りたいなっていう意味意識があって、でまあさっき言ったマット紙に貼り付けていくっていう形になって、で何年かして結局その今のベニヤを彫り込んでいくような形が、まあ、自分の中で出てきましたんで、そういう意味ではなんかまあ、あのこういう流れが一つこれに来たのかなっていう気持ちが自分ではあって、まあこれも出そうかなと思ったんですけども、最初の時はちょっと馬のイメージがあって、で馬年の年賀状に使ったことがあったのかな、でもなんかちょっと形を変えたらウサギの耳は長くなっているのも見えたりして、なんかずっと動物のウサギのような馬のような感じもあるなとかね、でそういうのもあって、まあだからするとあとまあ、あのなるべくさっきの意味のないけれども存在って言ったら非常に分かりいいことですけれども、そのあんまり意味ができちゃうとその僕も面白くないん でなるべく意味が取りにくいようにわざとひらがなにしてっていう形にしてるんですけども、で例えば漢字で馬とか馬とウサギが入ってます、他に全部漢字入れちゃうと本当にそのままの意味になっちゃいますんで、なんかそのあと言葉のリズムとかそういうものでなんかあの感じられるものもなんかいいの面白いものができればいいなとかっていうのは自分で思ってますけどね。いわゆる具体的なイメージっていうのは僕の作品全然ないんで、まあ、非常にとっつきにくいとは思うんですけれども、でもなんか、まあ、自分で思うのはでもそのやっぱり綺麗な配色とかその気持ちのいい形とかやっぱり世の中にはあるという気持ちが自分の中にありまして、で、まあ、もし僕の絵でそのなんか形のリズムと色の配色でできる何かそういう、まあそれの音楽的って言っちゃうとちょっと大げさかもしれませんけども、なんかそういう楽しいこう見ててちょっとウキウキしてくれるとかね、だからあのそんなような気持ちをもし持っていただけると、まあ、とっても嬉しいですね。だからまあ、 あの明るいといえば明るいと私だけ思いますので、だからまあ、いろいろあの生活のようさもちょっと晴れるといいかなという気持ちはどっかにあります。だからまあそういう点では、まあ、あのマチさんもねそんなこと言ってますし、だからそんな世界ができたらいいなというで、まあ、あの見てその実際具体的なものに似てはいないんですけれども、なんかそのこの作品見て心がウキウキしてきたりとか、あの楽しい気持ちになっていただければ、まあ、あの作家冥利に尽きるなと思ってますけれども、向こうから来るものをこうキャッチするっていうような気持ちですかね。で、だからもう本当色も配色とかって、さっきのそのドローイング最初のその落書きからするときも何かを作ろうっていうんじゃないし、むしろそのそういう作ろうとかそういう意識みたいなのを弱くした状態で出てくるものをこう捕まえたいなっていうのが、まあ今思うと自分のすごい求めてることかなっていう気はしますけど。